どうもこんにちは、関あかねです。今日はですね、先日発表されたフィフプロワールド11、これについてやりたいと思います。サッカー界にはね、バロンドールだったり、ザ・ベストフィファフットボールアウォーズだったり、グローバルサッカーアウォーズだったり、まあいろんな賞がありますけれども、フィフプロのワールド11は唯一選手たち自身が投票する賞ということでね、これほど光栄な賞はないんじゃないかなと思います。ということで、今日はそもそもフィフプロって何なのか、そして今回はね、誰がワールド11これに選ばれたのか、どういう投票方法なのか、そしてね、今回の受賞者のメンツは他の賞とね、どういう違いがあるのか、こういったことを皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。じゃあまずはですね、フィフプロとは何ぞやということなんですけれども、国際プロサッカー選手会、略称フィフプロは、1965年にパリで設立されたプロサッカー選手の国際的な労働組合または選手会であるということで、選手たちの団体なんですね。で、本部はオランダにあるということで、会員数はね、66の国と地域ということで、かなり大きな組織ということだと思います。これすごいなと思ったのが、なんかその会議みたいなのをやるらしいんですけど、そのメンバーね、2023年男子選手も女子選手もね、日本人吉田選手、そして熊谷選手がね、メンバーとして入ってるということで、これ結構すごいですよね。私知りませんでした。そして今年のワールドイレブンはこちらということで、この11人が選ばれたということです。ゴールドキーパー、メアリー・アープス。ディフェンダー、ルーシー・ブロンズ。オルガ・カルモナ。アレックス・グリーンウッド。そしてミッドフィルダー、アイタナ・ボンマティ。エラ・トゥーン。キーラ・ウォルシュ。そしてフォワードがローレン・ジェームス。アレッシア・ルッソ。アレックス・モーガン。そしてサム・カーというメンバーです。イングランド勢が多いですよね。その次にスペインで、アメリカとオーストラリアも一人ずつ入ってるっていう感じですね。まあ割とね、他の賞も取ってるようなメンバーも多いかなと思いますけれども、意外だなっていうのがトゥーンとルッソね、この二人はね、他の賞ではあんまり目にしないメンバーですよね。あのちょっとね、自分でスプレッドシートを作ってみたんですけれども、他の賞とどうメンツが違うのか気になって、でこれがね、フィフプロのメンバー、今回のね。でここに The Best FIFA Football Awards、 全部あの今年のやつですね。でバロンドールで、グローバルサッカーアウォーズね。こうやって見てみると、やっぱね、トゥーンもね、ルッソもね、他の賞にはね、出てないんですよね。メアリー・アープスはいますけど、ルーシー・ブロンズもいなかったかな。でもルーシー・ブロンズは結構ね、いろんな賞を取ってると思うんで、そんな珍しい感じしないですけど、オルガ・カルモナ、バロンドールにも入ってるし、グレートもね、こっちの方にも入ってますし、ボンマティはね、すべて総なめですよ。ケイラ・ウォルシュもここにもいるし、ジェームスもいるんじゃないかな、いますね。バロンドール、ジェームス入ってないのか。でね、モーガン。モーガンも珍しいのか。まあね、でもモーガン正直今年入るかなって感じがちょっとしちゃいましたけど、サムカーンはね、もういろいろ入ってますけど、やっぱトゥーンとね、ルッソがね、なかなか珍しいメンバーなんじゃないかなと思いました。つまりね、大きな組織とかにはあんまりこう評価されてないけれども、選手たち自身たちからはね、評価されてるっていう、評価もしかしたら好かれてるのかもしれないですけど、そういうね、2人なのかなと思いました。トゥーンもルッソも私好きなんで嬉しいんですけれども、でね、この投票の仕組みですよ。あの選手たちから投票されるって言っても、どうやって投票されてるのかっていうことなんですけれども、フィフプロのページにね、どうやって投票してるんですかっていうページがありました。で、ここに書いてあるんですけど、フィフプロと関連選手組合は、プロフットボールクラブの選手がデジタル投票プラットフォームにアクセスできるようにする独自のリンクを配布していますと。で、サッカー選手はゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードの各ポジションで最も優れていたと考える選手を3人選びますと。いうことですね。各ポジションで最も多くの票を獲得したゴールキーパー、ディフェンダー3名、ミッドフィルダー3名、フォワード3名がワールドイレブンに進出しますと。で、11番目のスポットは次に高い票数を獲得した外野選手に割り当てられます。ということなんで、今回はフォワードが4人いましたよね。フォワードの誰かが、11番目に多い票数を得たということですね、きっと。プレイヤーは自分の仲間を自由に選ぶことができます。投票ツールには提案リストが含まれていますが、プレイヤーはリストに記載されていない他の名前を追加することができます。もうリストがあって、その中から選んでくださいと。ただでもリストが載ってない人でも投票することができるということですね。だから一応その条件みたいなのがあって、選手はその期間中に少なくとも25の公式試合、国内トップレベルまたは国際レベルに出場しなければならないということなんですけども、あの私が気になったのはね、まあ、日本人今回選ばれてないですけれども、そもそもね、日本人たちは投票してるのかってところがね、ちょっと気になりました。
でですね、こちらの記事の方には、票数についてもちょっと載ってて、ここにね、選手の 45% がマンチェスターユナイテッドとイングランド代表のゴールキーパーメアリー・アープスを女子ワールドイレブンに投票し、彼女は2755票で最も多く選ばれた選手となったということで、キーパー誰か選ぶことになってると思うんで、まあキーパーといったらアープスだよねって感じでね、票がたくさん集まったのかなと思います。で、アープスに次ぐのは相手のボーマッティ、2534回だったということですね。アレクサンドラ・ポップはわずか48票差で女子ワールドイレブン入りを逃した。ボルクスブルクのドイツ代表ストライカーで1055回選出されたことは、4位で最後のワールドイレブンフォワードローレン・ジェームス1103回に次ぐことを意味した。やっぱりフォワードが最後で、それがジェームスだったってことですね。ジェームスの次がポップだったと。ポップ惜しかったですね。で、これがね、受賞式の写真ですけれども、みんなねドレスアップしていますけれども、キーラー・ウォルシュの服装がかっこいいなと思って、中に着てるものがなんかここのこの部分変わってるし、なんかねこっち半分だけ出てる感じ、おしゃれですよね。変わった形してて、大きめなサイズのスーツな感じも可愛いなと思いました。皆さんはどの選手の服装が好きですか？ぜひねコメント欄で教えてください。ちなみにトゥーンのね YouTube チャンネルがあるんですけど、そこでねこの表彰式の舞台裏を、出してましたけど、面白かったです、あの動画。まあいろいろ面白いポイントがあったんですけど、トゥーンが相手のと写真を撮りたいっつって、なんかちょっとでも遠目でねこうもじもじしてるわけですよ。そしたらねルーシー・ブロンズがちょっと近づいてきて、トゥーンが相手のと写真撮りたいんだよねみたいな感じで喋ったら、ついてこいみたいな感じになって、で、ルーシー・ブロンズがね相手のに近づいてって、相手の相手のっつって。近くにいたキーラー・ウォルシュも一緒になって、アイターナーみたいな呼んでくれて、でトゥーンはね一緒に写真撮ることができたっていうね、ルシー・ブロンズのかっこいい姿、そしてトゥーンがね意外ともじもじシャイな、姿が見れたり、なんかアイターナーのねスーパースター感を見れたり、いろいろ面白かったです。まだねトゥーンの Vlog 見てない人見てください、面白かった。そしてですね、あと最後に見たいのがこれまでのねワールドイレブンですよ。結構面白くて、っていうのも一番最初の、年ね、日本人宮間選手選ばれてるんですよね。2015年、8年9年前ぐらいですかね。この時ねイングランド勢一人もいないですね。いや、やっぱ変わるもんですね。アメリカが一番いいかな。で、この太字の人が最優秀賞を取った人ですね。ロイドリーケ・マルテンス、ラピノ、この辺もルーシー・ブロンズいます。2017年、ルーシー・ブロンズいますね。ね、ルーシー・ブロンズここでもいますよ。いや、ルーシー・ブロンズまだいる。この時はもう最優秀賞を取ってるんだ。2021年は太字がないな。誰だったんだろう。2022年、これプレジャスか。キーラー・ウォルシュは去年も選ばれてて、で、ここにね、このチャンネルでも何回か取り上げてるオーバードルフも去年取ったということですね。やっぱね、選手たちからも注目されてる選手なんですね。去年はミードもいるのか。ということで今日はね、ヒフプロワールドイレブンについて見てきました。やっぱね、選手自身が投票するということで、なかなか面白い賞なんじゃないかなと思いました。日本人がね、一人も入ってないんでね、来年あたりはね、日本人の名前も見たいかなと思います。ということでね、また来年もね、一緒にこの賞チェックしましょう。そのためにもですね、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひ今回チャンネル登録していってください。お願いします。ではまた。